それじゃ仕切り直して。ニコル、大事な話ってなんだ？あのさ、カギロイと話し合ったんだ、僕たちのこれからのこと。僕たちも戦う、マシューたちと一緒に戦いたいんだ。そいつはつまりお前たちもオリジンに行くって意味か？うん、確かにマシューのおかげでもう戦う必要はなくなったけど、でも僕とカギロイの命は、残された時間は限られてる。その時間をマシューたちのために使いたいんだ。ニコル、お前、そのアルファだっけ？そいつを倒さないと世界そのものが危ういんでしょ？それが本当なら私たちも人事じゃ済まないし。だったらダメだ。何よ、足手まといって言いたいわけ？私たちは兵士よ、ちゃんと戦えるし、覚悟だってできてる。いいか、よく聞け。覚悟さえあればアルファと渡り合えるなんて思うな。この戦いにおいて覚悟以上に必要なのは力だ。アルファに対抗するためにはウロボロスパワーの力が不可欠と言ってもいい。だが君たちに宿るそれはまだ覚醒したばかりで、アルファと戦うには不十分だ。そんなのやってみなきゃ。わかるんだよ、今のお前らじゃどうあがいても返り討ちだ。かつての俺たちのようにな。俺も今回ばかりはお前らを守りながら戦う余裕はない。ここでおとなしく。もし力が得られるとしたら。なんだと？リクからいろいろと聞いたんだ、ウロボロスストーンのこと。あの装置はウロボロスパワーを、力を発動するための機能が備わってる。しかもまだ改良の余地があって、僕たちの知らない力が秘められている。その力を引き出せれば、僕とカギロイのウロボロスパワーもより強力になるはず。うん、確かにその可能性は否定できないな。そんな付け焼き刃でどうにかなる相手じゃない。それこそやってみなくちゃわからないでしょ。あのな、俺はお前のためを思って。いや、レックス、カギロイの言う通りだぜ。お前一つでもできることがある、なのにただ何もせずじっとしてるなんざ俺だって嫌だ。残された時間が限られてるのならなおさらそう思うぜ。それにさ、まだ短い付き合いだけど、俺は二人のこと仲間だって思ってる。お前らが一緒に戦うって言ってくれた時、正直嬉しかったぜ。マシュ。どちらの言い分にも一理ある。このままでは平行線だが、どうする？さて、どうしたものかな。力を引き出すと言ったな。具体的な方策はあるのか？それについてはリクに考えがあるみたい。準備ができたら教えてくれるって。いいだろう、続きはリクの話を聞いてからだ。人が協力してあげるって言ってるのに、何なのよあの態度。
今のあなたには知る由もないことです。はあ、意味わかんない。とにかく俺たちもリクのところに行こうぜ。レックス、リクとは仲いいのか、ニコル。うん、自分で言うのも変だけど、なんとなく気が合うんだ。さて、どうしようか。ようやく身綺麗になれた。準備は整った。こう。リク、大勢で押しかけて何事も。リクは今ウロボロスストーンの調整で取り込み中も。後にするも。そのウロボロスストーンのことだよ。前に話してたパワーアップの件、詳しく聞かせてほしいんだ。それを早く言うも。だったらいいタイミングで来てくれたも。ちょっと待つも。ウロボロスストーンの原型はうんと前にケベスとアグヌスの女王が作ったものも。だけど完全じゃなかったから、ウロボロスの力を引き出せたものもメビウスにはかなわなかったも。ケベスの女王は捕らえられちゃって、残ったアグヌスの女王もメビウスから逃れるためにどこかに隠れたんだも。こいつを完全にするのにあとちょっとだったって聞いたも。わずかに残ってた当時の記録をもとに装置自体の改良はリクがやってるもん。でもきっとそれだけじゃ足りないもん。必要なのは多分きっかけも。きっかけ？というわけでこれを二人に渡しておくもん。そりゃなんだ？ウロボロスストーンとウロボロスパワー使用者を紐付けるための小型端末も。それをつけてウロボロスパワーを使うと使用者の生体情報がウロボロスストーンに送られるも。そうすることでウロボロスストーンはさらに成長するはずも。ウロボロスストーンが成長すれば端末を通じてニコルとカギロイの力もパワーアップするって寸法も。なるほどな。つまりそいつをつけて修行すればいいってことか。話はそう単純じゃないもん。さっきも言ったけど成長にはより大きなきっかけが必要も。きっかけとか言われてもね。結局どうすればいいの？それが分かれば苦労しないもん。リクに分かるのは普通に戦う程度じゃダメってことくらいも。
なんとなく分かったかもしれない。あの N っていう執政官と戦って追い詰められた時、魔衆のウロボロスパワーに明らかな変化があった。きっとあれが魔衆にとってのきっかけだったんじゃないかな。ああ、あれか。より強い敵との戦いがすなわちきっかけとなりうるということですか。だったら大物モンスターとも片っ端から狩るってのはどうだ。いや、もっといい方法がある。おいおい、そう来るか。僕たちが相手になろう。より強い敵としてね。え？ちょっと待ってよ、僕たちってまさか。2対1じゃフェアじゃないだろ。つまりそういうことだ。俺たちを倒すことができたら、あとはお前らの好きにすればいい。わかりやすいだろ。お、いいかもな、それ。シュルクとレックスなら相手にとって不足なしだろ。なんだ、おじけづいたのか。そんなことさて、コロニーの中でドンパチするわけにもいかねえし、場所を変えるか。そういうことならコロニーの裏手にあるあそこはどうかな。ゲトリクス信託跡地か。まあいいんじゃないか。俺は構わない。二人もそれでいいな。はい。望むところよ。ニコル、カキロイ、頑張れよ。応援してるぜ。ゲトリクス信託跡地はコロニーナインの外れにある。あそこなら邪魔も入らないし、ある意味おあつらえ向きだ。あまり見かけない素材だな。どうやら先客がいるようだね。迷惑な客だな。タイミング悪すぎんだろ。そうでもないぜ。物は考えようだ。
ウォーミングアップにはちょうどいいってな。あんなの相手にウォーミングアップってどんだけよ。でもやるしかない。ああ、その息だニコル。おっしゃ行くぜ。やっ、捕らえた。僕が相手だ。助かれ。はい、ビラッシュ。全弾飛んで。まずい、敵の注意がそれた。ここダブルビラッシュ。僕が相手だ。裏切ってきた。ストロングアタック。ビラッシュ。ストライク。ストレイカー。うまくいってる。僕も続け。僕を見ろ。ダブルスピンやる。スピンやる。オルトアッパー。キレッツ。キリッツパンチ。イラッツ。ノータッツ。ナックル。見せてやろうぜ。やっ。ダブルスピンやる。あれ行くぜ。気など与えない。ガッツンと決めてやるぜ。助け。そろそろ撃って出るぞ。私たちならやれる。うわあ、マイクは任せる。手があるぜ。ありがとう。やっ、やがれ。まだまだ無理は良くない。いや、ブリッジパンチやる。ミート行けるから。捕らえた。僕が相手だ。行ってきた。無茶するな。アスよ。はっ、ちょっと休憩だ。レ失うわけには。そうだ、待って。弱く見せろ。一気稼いだ。決めようぜ。これを試してみたい。ああ、任せて。よっ、まだ終わりじゃない。これで仕上げよう。こいつが俺の作戦だ。期待に応えない。これを試してみたい。知恵を出し合おう。それに続け。でしょ。任せてくれ。行くぞ。最初は私。決めてやるぜ。
よし、いい具合に体も温まってきたな。始めようか、二人とも。ええ。勝てるかな、僕たち。ちょっと、今それ言う？ごめん。そもそも勝つとか負けるとか、私たちには関係ないんじゃないの？うん。あくまで目的は、ウロボロスストーンにデータを送ることだから。でもさ、やるからには、勝ちたいよね。当然。お前にしては大胆な賭けに出たな、シュルク。これがお互いに納得できる最善かと思ってね。まあいいさ、どの道ここで終わるようじゃアルファとの戦いなんざ夢のまた夢だ。器はできていようと、カギロイもニコルも中身はまだ幼いままだ。ここは俺たちがケツを持ってやらなくちゃな。ああ、そうだね。それが大人としての責任だ。僕が前に出る。カキロイはサポートをお願い。分かってる。行くよ、ニコル。僕も続け。ここガールウィンド必要なぞ。マシンクラップダブルスピンエッジ。はっ、やっ、いかないよ。頑張る。やるじゃない。はっ、大カリン、ストリームエッジ。ありがとう。わかる。デストラクション。やっ、ここクリアス、やれる。はっ、タイミング合わせるよ。チャンスをものにする。大カリン、モーターレイザー、ブルーウィンエルパンチ、烈火同点の塔。はっ、ドキの間にいいサポート。ワールウィンド、ストリーム、デストラクション。僕も続く。やっ、いや、発電の効かないよ。ダブルスピンエッジ、想定内のダメージ。無理しない。ビーラッシュ、私を頼って。大回ストリームアサルト。はここ、必要なそう。進行国の完全に、ストリームエッジ、ここに核炎の層。ここは合わせていきます。いつでも。ヒガンバナ、何スリットエッジ。痛くない。無理しないで、私を背負って。核炎の層、スリットエッジ、力になって。ありがとう。烈火剛天の層、くれるぞ。何、こんなことって。どうするんだ、二人とも。まだ続けるか。ちょっと待って、もう一度準備するから。あ、いいだろう。次こそは入念にな。分かってるってば。
どうするんだ二人とも。その息だ。何度でも相手になろう。決着にしよう。おう。来る。あと少しだ。ここを乗り切れば。あれは。これって…おい、エイ、今の…ああ、二人のウロボロスパワーがかつてないほど高まっている。やるじゃないか、あいつら。これでも手を抜いたつもりはなかったんだけどな。ああ、してやられたって感じだ。嬉しい誤算とも言えるね。大人の面目、丸つぶれだな。大丈夫よね。いや、そうでもね。どこか骨が折れたかもな。大変じゃない。今すぐ治療しなきゃ。
ちょっとそういう冗談やめてよ。全然面白くないから。お疲れさん、いいもん見せてもらったぜ。ああ、今の戦いはウロボロスストーンにとって十分きっかけとなったはずだ。うん、リクのところに戻って確かめよう。ウロボロスストーン、どうなったかな。やれることはやったんだし、きっと大丈夫よ。今のはヤバかったぜ。来たぜ。ニコル、カギロイ、よくやったもん。これを見るも。ウロボロスストーンが光ってる。二人の生体情報を受信中に内部の光子エネルギーが急に冷気し始めたもん。ウロボロスストーンは間違いなく成長したもん。パワーアップは大成功もん。それじゃあ私たちのウロボロスパワーも。ウロボロスストーンと端末でリンクしてるカギロイとニコルも同じくパワーアップしてるはずもん。ああ、ここまで来たら疑いようもないだろ。なんせこの手だれ二人に勝ったんだからな。僕もレックスも手を抜いたつもりはなかった。あれは紛れもなく二人の力だ。全言撤回するよ。今の君たちならアルファとも十分戦えるはずだ。ありがとうございます。で、そっちは。言っただろう、勝ったら好きにして構わないと。じゃあ認めてくれるのね、私たちのこと。ああ、本当によくやったよ。あ、うん。ひとまずこれで解決かな。人の親というのは子を守るためにあえてこの意志をくじくこともある。そういうものだと思っていたよ。くじいてやろうとしたさ、割と本気でな。だがあいつらにはそれを跳ねのけるだけの強さがあった。結果が全てさ。何がおかしい。いや違うんだ、ただふと思ってさ、彼らの成長を喜ぶ日がこうしてまた経験できるなんてってね。
違いね。アルファを倒しても彼らに待ち受ける結末は変わらない。いざその時が来たら君たちは変えてやるさ、その結末ってやつを。たとえここが不条理でいびつな世界だろうと、子が親より先立つなんてことだけは絶対にさせねえよ。そのために打てる手は全て打つ。僕たちのこの命に変えても。まさか君たちは。僕の力を君に託す。背中預けるからね。